こんにちは、スパオです。今回は無印良品の商品から買ってよかったと思えたキッチングッズとこの春の新商品を中心に全部で9品ご紹介します。この間のセールでゲットした商品の使ってみた感想や久々にビビッときたお菓子の新商品なんかも出てきます。ではどうぞ。はい、まず最初にご紹介するのがポリプロピレン入り蓋が選べるダストボックスです。早速この間のセールで買った商品から参ります。店頭で回収したものや流通時の破損したポリプロピレン商品を再度加工してそれを製品中に 50% 配合しているという環境負荷も少なめなこの商品、ボックスのサイズと蓋の種類が選べるんですけど、ボックスは小サイズ、蓋はスライド窓付きの横開きタイプにしました。これ買ってから気づいたんですけど、普通に横開きもするので大きめのものを捨てるときにはこっちを使ったりできて何気に便利です。シンプルなデザインと妻が強く希望していたキャスターが付いているのがお気に入りポイント。掃除もしやすくて気に入っています。中の袋止めに袋をセットしても袋が外に出ないのがいいんですよね。小サイズのゴミ袋を2つ引っ掛けることもできます。こちら口コミではスタイリッシュでいい、汚れが目立たない、黒が欲しかったなど好意的な意見が多かったです。夏場は裏に消臭シートでも貼ってみようと思います。買ってよかったキッチン周りのグッズでした。続いてがさっと畳めるマイバッグです。こちらこの春の新商品です。最近この手の引っ張って畳めるエコバッグって流行っているんですけど、無印からも登場しました。今使った後なのでこんな感じで膨らんでる状態なんですけど、この袋の底の方にテープになっているちょっと硬い部分があるので、こことあとこの持ち手の部分、ここを両方で持ってあげて引っ張るとこんな感じでコンパクトになります。あとはこれを3回半分半分半分って折ってあげるとここにゴムが出てくるんで、これでパチンってしたら、はい、こんなにコンパクトになります。耐荷重は5キロで約16リットルの容量です。パッと見間違いなさそうなんですけど、こんな感じで1リットルのドリンクが2本横倒しで安定して入るのもポイント高いです。袋に物を入れるサッキングが上手な方ってまず土台作りに意識がいくと思うんですけど、そういった方でも満足できる仕様です。適当に家にあるものを詰めてみたんですけど、思いのほか結構入った感じです。1週間の買い出しとかには難しいかもなんですが、ちょっとした買い物だったら十分対応可能です。で、これ何気にポイント高いのは入れるところが少しすぼんでいるので中が見えにくい設計になっているんです。ここ気になる人意外と多いんじゃないかなと思ってます。かといって入れにくい感じはない絶妙な具合です。生地はポリエステル 100% 1枚なんですけど、要所要所に補強のパーツがついているのと持ち手の部分の生地が何層にもなっていてしっかりしているので、重いものを持った時でも結構安定しますし手も痛くなりにくい気がします。カラー展開は黒、ライトグレー、スモーキーピンク、スモーキーグリーンの4種類。畳む時のストレスがほぼゼロになるのと、個人的に中身が見えにくいっていうのが刺さりました。この引っ張って収納する作業、なんだか無性にやりたくなります。ぜひ店頭のサンプルなんかで試してみてほしいです。はい、続いてがウレタンフォームの3層スポンジです。これもセールの時に買ったキッチンスポンジ、これの白もあるんですけど汚れが目立ちにくいグレーをチョイスしました。こびりついた汚れをしっかり落とせるハードな面と泡立ち水切れのいい2種類のウレタン生地でできています。口コミを見ていると少量の泡でモコモコ、全然へたれない、台所の色なじみがいいなどがありました。確かに感じたのが泡の持ちがかなりいいこと、少量でも泡立ってくれるのと、さっき洗った時の洗剤がまだ残っていて継ぎ足す必要もないので経済的な感じもします。この弾力というか肉厚な感触がなんだかこう握っていて気持ちいいんですよ。白よりシンクの色味に近い分確かに色なじみも抜群、洗い物もはかどります。次がレモンのブールドネージュです。無印の人気のお菓子ブールドネージュに新商品が登場しました。スノーボールとも呼ばれるブールドネージュはホロホロと崩れる口どきのいい焼き菓子のことです。生地にはレモンの皮を、
表面にはレモンパウダーをまぶしたダブルレモンな季節限定品です。外側サクッと中はほろっと食感の中にレモンの爽やかさを感じます。レモンの皮とあるんですけど苦味みたいなものはありません。サクホロ食感の中にダイスカットのアーモンドの食感も加わって大変美味しく仕上がっています。一応マーガリンのいいところを一つお伝えすると、香りの面で邪魔しないところがあると思います。バターなんかは大変風味高い味に仕上がる反面、香りが強すぎて他の素材の風味が伝わりにくかったりするので、こういった素朴な味の焼き菓子では無臭のマーガリンの方が良かったりもします。ちょっと脱線しましたが、この強すぎないかつしっかり感じるレモン味のブルドネージュ、これプレーンも含めて一番好きな味かもしれません。季節限定品なのでお店にお急ぎください。続いてが植物素材を生かしたお菓子、キャロットケーキです。卵と乳不使用のケーキが新しく発売されました。乳製品の代わりにオーツミルクを使用していて、ミルキーな風味を出しています。一応お伝えしておくと、原材料では使っていないんですけど、卵、乳を使った製品と同じ工場であるコンタミ表記があるので、敏感な方はご注意ください。こちら封を開けた瞬間からシナモンと人参っぽい香りがします。しっとりタイプなんですが、食べ進めるともっちり食感に変化します。もっちり通り越してねっとりのような感じもしましたね。卵、牛乳が入っていない感はみじんも感じません。一応人参ペーストと人参のチップという2種類の人参を使っているんですけど、人参の風味さほど強くなく、キャロットケーキらしいシナモンの風味が効いていてグッドです。これと同じ植物素材を生かしたお菓子でバナナケーキも出ていたんですけど、そっちも気になるほどにこのキャロットケーキ、私は結構好きな味でした。はい、続いても植物素材を生かしたお菓子、レーズンとイチジクのシリアルクッキーです。同じく植物素材を使ったお菓子シリーズなんですけど、これ今回一番ハマったアイテムです。中にはこんな感じでカントリーマームサイズのゴツゴツしたクッキーが5枚入っています。このサイズの5枚で290円ってちょっと高くないって思ったかもしれませんが、このクッキーはその価値あるんですっていうお話をしたいと思います。こちらも卵と乳不使用で、小麦粉は使っているんですけど、こっちには全粒粉とオーツ麦も入っています。そして原材料で見逃せないのが甜菜糖です。砂糖って書いてあるものは砂糖キビ由来のものか甜菜由来のものかになるんですけど、ほとんどが砂糖キビ由来のものです。詳しくは割愛するんですけど、砂糖キビと甜菜のお砂糖って結構違いがあるんです。キビ糖はガツンとした甘さで、甜菜糖はほんのり控えめな甘さと言われます。また食後の血糖値の上昇を表す GI 値もかなり違いがあって、糖尿病の方や血圧高い人はこれ注意しなきゃなんですけど、キビ糖が GI 値100、甜菜糖が65とされています。70以上が高 GI、 65だと中 GI 値と言われているので、健康面でも甜菜糖が優れていることがわかります。そんなクッキーが290円で買えるのはかなりコスパいい気が私はしています。それでいて味もいいとなれば、買わない理由もうすでに何個か減ったんじゃないでしょうか。これ冗談の時に最初一口食べて、あ、これまだ絶対買うわって思ったんです。これとほぼ同じスペックのナッツのクッキーも出たんですけど、これも絶対買う、激推しします。はい、続いてがサバの五目ちらし寿司です。無印で人気の混ぜご飯の元に新商品が出ています。和の趣を感じるサバを使ったちらし寿司の元です。この混ぜご飯シリーズで気に入っているのが化学調味料不使用なところ。製造は釜飯の元でおなじみの山森さんで、サバの風味やだし醤油でうまく味をまとめています。炊いたご飯1合に混ぜて完成の超お手軽品。これ思っていた以上に具材がたくさん入っていて、サバのほぐし身を筆頭にタケノコ、人参、レンコン、高野豆腐などたっぷり8種類が入っています。食べた感じ、一応ほぐし身としてはサバは入っているんですけど、具材としてのサバ感はほとんど感じませんでした。ただ噛んでいると確かにサバの風味はします。特別生臭かったりもしないので、
お魚苦手なお子様でも美味しく召し上がれると思います。全体通じて赤酢にサバの風味と少し大人な印象のちらち寿司って感じがして美味しかったです。はい、続いてが大豆ミート薄切りタイプです。最近メディアでも話題の植物性代替食品、スーパーだとこの丸米のものが早くに発売されていたんですが、無印良品からも発売されています。こちら添加物不使用なのはポイント高いです。植物性の代替食品の市場は特に欧米中心にかなり活発なんですけど、日本ではまだまだ認知度と価値観の部分で難しいところがあるようです。既存の畜産システムは飼育に多大なる量の穀物と水が必要だったり、動物が出す排泄物に含まれるメタンガスが地球温暖化に大きな影響を及ぼすと言われているのはご存知かと思います。加えて将来の世界の人口が100億人になると言われている中で、このままだとタンパク質の確保が難しくなるのも明らかと言われています。そういった観点から各分野で植物性食品の開発が進んでいるわけなんですけど、その先駆けとして登場したのが大豆などの豆類で作った代替肉。中を出してみるとこんな感じです。開けた瞬間、少し穀類特有の香ばしい香りはします。火は入っているのでそのまま食べてみたんですけど、ほんのり大豆の香ばしさが香る薄めの醤油味といっても本当に薄味なので、料理の味の邪魔はしない程度で、適度に弾力のある食感はお肉感出てますね。今回野菜炒めにしてみたんですけど、その大豆っぽい香りを少しでも緩和させるためにごま油とオイスターソースで味付けました。そのおかげか多少抑えられた気がするので、少し濃いめの味付けの方が個人的に美味しく召し上がれると思います。生姜焼きなんかもいいですね。大豆ミートには生活習慣病の一因とも言われるコレステロールが入っておらず、高タンパクでカロリーも抑えられる体には優しい食材です。まあ正直味は好き好きあるかなと思いますし、というか一番のネックはそこかなと思うんですけど、無印ではこの他にもひき肉タイプやミートボールタイプもあるので、健康と環境のために一度試してみてはいかがでしょうか。はい、最後にご紹介するのが水出し有機ルイボスティーです。無印の水出しティーシリーズにはマスカットや白桃などの香りをつけたフレーバーティーベースのものを中心に人気があるんですが、日々の食事にも合わせやすいのがこちらのノンフレーバーのルイボスティーです。これいいって思ったのが、口コミ書いている人もいたんですけど、1パックで1リットルできるところ、スーパーで売っているものって1パックで500ミリとか、1リットルなら 2,3 個入れてね的なものが意外と多いんですけど、こちらは1パック1リットルなので、作る時の計算も手間も省けてグッドなんです。ルイボスティーはノンカフェイン低タンニンで、抗酸化作用のあるポリフェノールも入っていたりと、体に嬉しい要素がいっぱいあるんです。特に脂っこいフードとの相性が良くて、食中茶としても大変人気があります。私もホットではよく飲むんですけど、家でご飯の時に飲むお茶はここ最近ずっと麦茶だったので、久々にルイボスにしてみたんですけど、やっぱりこの香ばしい香りとさっぱりさは食事によく合いますね。麦茶は高コスパの日本の夏の定番ドリンクですが、たまには他のお茶で食事を楽しみたい方、そんな時にはルイボスティーを超おすすめします。はい、いかがでしたでしょうか。植物性の食品や話題のエコバッグなど、いろいろな新商品が出てきました。何か気になるものはありましたでしょうか。クッキーはもう植物性云々関係なしにかなりいい味に仕上がっています。これはもう一種類の方も含めて必ずまた買います。それくらいおすすめです。キッチングッズもちょっと前のセールの時に人気商品含めていろいろ買ってみたんですけど、使えば使うほど人気の理由がわかるものばかりでした。ゴミ箱もスポンジもすっかりお気に入りです。今回もお買い物の参考になれば幸いです。このようにこのチャンネルでは、成城石井元店長の私がおすすめするいろいろなお店のおすすめ品や食べ合わせ、たまに全国のスーパーで買えるおすすめの商品を紹介しています。少しでも参考になったよという方は、いいねやコメント、チャンネル登録をいただけると嬉しいです。またインスタグラムやヤフークリエイターズでも日々情報を発信しているので、そちらもぜひ遊びに来てください。今回はこちらで終わります。
最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。